結局新井の兄貴に連絡が取れなかった俺は一旦事務所に戻ることにしたんです。おい、誰か、誰かいないのか。失礼します。親父、手先だろうよ。きっとお前か俺の身柄が必要なんだ。なあ、そうだよな。どういうことですか、秋山さん。なあ兄さんよ、俺らの首持ってったって上の世話が納得するわけねえよ。そうだろ。さあな、それは組長が決めることだ。おい、ここは俺が食い止める。お前は今のうちに逃げろ。え、何言ってんすか。悪いが、俺の読みじゃお前より俺の方が断然強い。今はとりあえず逃げろ。秋山さん、後でスカイファイナンスで落ち合おう。あそこなら何があっても大丈夫だ。でも早く行け。はい。おっと、あんたらの相手は俺だ。てめえ遊びじゃねえんだぞ。指の一本や二本じゃ済まなくなるぜ。なんだ、本職の脅しってのもその程度のもんか。今さら指とか古いんだよ。なんだと。そっちは鼻から首取られる覚悟でやってんだ。あんたらも肩に舐めてると痛い目に遭うぜ。言うじゃねえか。それじゃきっちりお前にはこっちの世界のやり方見せてやるぞ。望むところだ。仇だから遠慮すんな。しっかり弾を取ったりや。やれ。はい。あの近くの違いを教えてやるぞ。